型フリードクォーター張り替え、ここからあれですよね、ここをまたちょっと削って鳴らして、裏側の線とかも線は全部やっていかないか、はいはいはい、まだ完全に終わりではないけど、まあ、まだこれからですよ、うん、お疲れ様でした、はい、ますなかなか大変でしたね、大変でしたね、ちょっと事故自体はあれやねんけど、その鉄の分厚さと複雑な構造ですか、はい、うんうん、ちょっと悩まされましたね。これはもうホンダ特有というか、まあホンダ特有だと思うんですけど ねいやー、綺麗綺麗綺麗、こんな感じですね。ナゲットはめっちゃ綺麗ですね。おお、すごいすごいすごい。ほんすごいっすね。これすごいっすね、本当に。機械がね、僕より機械がすごい。ここ3枚になってるか。3枚関係ないのね。関係ないっすね。これがだから新車のナゲットで、もうほぼ変わんないっすね。逆に深いぐらいですね。うんうんうん、まあ、ここはもうきちっと出てる方がいいっすもんね、うん、あ、もうこれなんか塗ってくれたんですか、なんか塗りました。この辺は神がやってくれたシールスの、あ、タイヤはもう変えるんで、この辺なのでもうそうですね、新車と変わらないような感じで、裏側もシールいますね、はい、全部すごいわ、ここぐしゃぐしゃでしたからね、綺麗に。このパテの薄さ、ほんで。で、裏も同じチッピング入れます。あ、ここまでは一緒にいるんだ、一緒にないじゃん。ここは何か作るんですか、このシートセンター、これぐらいサラッとできるようになるやん。やばい、いや取ってつけるだけやん。めっちゃ苦労してたじゃないですか。苦労してた、とんのに苦労したね、ほんまに硬かった。トンノタと切るのね、一個一個切らなあかんし、新品部品も全部ばらさなあかんし、そうそうそう、残骸見て、そう残骸、新品パネル結構半分で残ってるからみんな全部アッセンみたいなのでくるから、くっついてくるから、いるやつといらんやつ分けて、これもまた大変でしたね。スポットもんであんな取れないの初めて見ました、カビが。いや、ほんの硬いね、詰めたスコーンと入れて、ね、ポーンで取れば深いわ、深い、うん、深く切り込めへんかったら最後に剣取れへん。でもやりすぎた穴開くしね、そうそうそう、大変やわ。またそれ使わなあかんな、あ、穴開けてもらったらよく、ね、これだから一回塗装終わってからもう一回し、あのリベット止めてシール流さなあかんです。あ、そうなんや、前のやつもそうしたもん、はあ、塗装できへん、こっちは隠れてるんですね、そう、こっちは塗装できへんから、ただでこれつけへんかったから貼り付けできへん。ああ、そうかそうか、ここも全部、これ全部リベットやん、これ、ほら、そこもリベットなんや、なんちゅう作りや。ボルトで取れるパネルじゃないんですね、これボルトは3回止まってんだけど、リベットは全部リベットで止まってんやん、
じゃあこれ一回今仮で合わせてますけど外して塗装全部してでもう一回つけて。今はもう筆塗りでシールの後は。ああもうそこだけね。ああしゃあないですもんね。ガラスつける。ここでも隠れるけどどうしようもないやろ。まあ塗るなんて思っても構えへんねんけど。なんでここリベット？わけわかんない。ああそうなんや。あシール売ってますねこれね。いやもはや芸術ですね。いやプラモデルですよ。プラモデル、大きいプラモデル、実寸大のプラモデルみたいな。いやほんまそうやな、こうパーツをこうつけていってつけていってつけていって。もう気づけなかったのはスープだけきっちりと出すことで、もうそれだけ、もうそれだけ。あのあとは合うようにしか合わへんようになってるから、これ。今回動画見てもらったら分かるけど、位置決めの場所もあるから。はい。じゃあこれをちょっと新しく来てもらったスタッフの方に塗装してもらってです。うん、ここは爪切りやからやってみませんか。そうですね。3枚でもここがここ一番分厚そうですもんね。これでも片面やからな、これ。これも片面やな、ここ。この辺が片面ですね。絶対やったら外れる感じの、なんか片面っぽいですけどね。用途全然ないですよね。裏も溶けてるし。ちゃんと全部裏サフェーサー打ってるんで錆びにくくなってますもんね。完璧です。入れてるんですか。いやお疲れ様でした。今回も長編になったと思いますが、はい、交換の動画はここまでで、あと最後ちょっと塗装と仕上がりのシーン行きたいと思います。これなんかすごいわこの量誰が僕入れました。おどうですか。
じようにえ、このダコダコめっちゃ難しいんじゃないですか。いや、当たったっすよ。どうやるんですか。わからん。ウォーキングで。あニュン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 って。この辺はハケで。ハケで。で、この辺だけボコボコしてたんで。すごい。あ、反対見ようと思ったけど、もうマスキングしてる。こっちの方向いてます。あ、この辺。教えてください。はい。はい。じゃあちょっと私もここで塗装見させてください。めっちゃリーチ長いからやりやすそう。でも腰はいがします。そっか、かかんだり。文字クリアですね。はい。めっちゃ綺麗。そして塗ってるところめっちゃ気持ちよさそう。背高いとここめっちゃいいっすね。見えますよ。見えへん。ダイル、なんか内側とかここの感じってやっぱこっちと違うじゃないですか。そうですね、若干弱めに吹いてます、うん。エンドパネルもそんなにつやないので、ね、再現度もうちょっと引いてくると思うんで。これはクリアは、クリアは CC6750 ですね。お、早いやつ、はい、めっちゃ綺麗、ゴミもない。何も出ないですよ。え、何もないの。何もないですよ。チェ。シールがすごいですね、ほんまに。シール、そうですか。こんなもんです。楽しいですよ。楽しそう。やった後には
綺麗にできたなってこうニコニコするわけですね。自分で気持ちよくなるわけなんこの吸薬のところとか私めっちゃ苦手なんですよね。これ元から入ってたやつですけどね。あ、これ元から、はい、本田さんなんで。コータ交換の時入ってくるんですよ。元から入ってるんだ。ここと、ここは元から入ってる、うん、へぇー、まあ、知らんかった。それも入れれますよなんかもう手がジュルジュルになってくるんですよ。それやる。手を殺しましょう。そうですね。ありがとうございます。シルバー苦手とかないんですか。この色苦手みたいな。苦手、ご一系ですか。ご一系出た新しいやつ。まあそんなにだいぶ慣れてきたんで、どれだけ塗り回数を減らせるかっていうところですね、うん、止まり悪かったらしゃあないんですけど、まあ、止まりがいい場合はどれだけ回数減らすか。もう今回も多分色気味2回しかしてないんで、うん、色気味2回のムラ切り1回、ムラ切り1回で減らすことでメタ肌感もなくなるんで、うん、朝食通りに上がるという感じですね。さすがです。でもほんまに塗装やりたい今度教えてください。買いますよ。教えてください。え、教えてください今度教えることがないですよ。そんなことないですいっぱいダメ出ししてもらいます今度ちょっと棒持ってきます。ちょっと怖い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 、ちょっと疲れるやつじゃあ次組み付けして、はい、磨きして完成ですね、はい、じゃあ完成したらまた撮ります。はい。